Hello. This is Hiroshi Hayashi from Hamamatsu, Japan. Uh, today's story is about uh, uh, Utsurofune or Utsurobune, sort of a vacant boat uh, which was uh, washed up on the shore in Japan, 1803. Uh, is this a fiction or not? Or and UFO or not? This is the story about it in Japanese. Utsurobune, we are, ma. Uh, 江戸時代のあのです、ね、あの変わったあの UFO らしき船がですね北茨城県の砂浜というか海岸に打ち寄せられたわけであります。でその時の,、まあ、の様子が、まあ、あちこちにこの記録が残ってるわけですね。あちこちということは、まあ、あのこの絵も何枚か見つかってるわけですね。あのまあどれが一番古いか新しいかということになれば。あの それは分かりませんこれはあの長,波長橋又次郎が書いたと言われてる例なんですけども、まあ、こういう形をしてたというわけですね。で、この、まあ、いわゆる欧米風の女性がその中に乗って、今で言うとね、欧米風の女性が乗っていたというんですね。で、これは本当にあったのかどうかですけども、一つ間違えてはいけないのはですね、私自身も今その経験をしつつあるんですけどもね、あのやっぱりこうだけのものを書いて残そうというのは、それだけの強い動機がないとできないんですよね。 あのやはりこう強烈な印象、インパクトがあったからこそ、こうしてその残そうとしよう、ょまあ、文字だとか、ね、絵に描いて残そうとするわけです、そうしたその当時の人たちの,あの心というかね、それを忘れてはこうしたその謎解きはできないんですよね。でまあ、あの無責任な人で はですね、こうしたものはあのなんて空想の作りごとで根拠のないでタらめだなんてことを言いますけどもそ,うこれそれはちょっと待ってほしいですよね、あのー、待ってほしいということはそういうふうにこう片付けてしまうのはあのー、そこれを残した人に対してあまりにも失礼じゃないかと私は思うんですあの一生懸命残そうとそれは当時人のことですからね絵筆もその大したものは持てなかったかもしれないし一般の人ですからね公文書でもないしということでしかしそれでも何か自分たちは見たもの 残しておきたいという強いあの動機があったからこそこ小山が残ったわけですね。これもあのあの別の絵なんですけども、長野県の古書記収集家が持ってらっしゃった持ってらっしゃる絵だそうですけども、こういう図なんですね。で、まあこういう図を見て なんていうか私たちはすぐ,すぐこのいわゆる偽物だとかっていうふうに片づけてしまいますけどもそうでないと思いますねやっぱりこれだけのものを残そうというのにはそれだけのやっぱ強い動機があったしその1枚2枚じゃないんですよね。それからまあこれもそうですけどもこれもねあの,あのうつろの万丈と書いてありますけども、まあ、これにはあの変わった文字が書いてあったということも記述してあるわけですけども。 で大きさは3弦余りと、まあ、6メートルぐらい1点、1.6、まあ、メートルぐらいですね。で、あとで紹介するその UFO と同じ大きさ、ほぼ同じ大きさと見ていいわけです。で、こういうふうにまあカラーで残したのもあるわけですね。で、これで黒で、あの横ええ、襟が赤だということになってきますと、これもちょっと大きな手がかりになるんですけどもね、あのこれが一番あの、何て言いますか、私は注目したい絵だと思います。 あのー、これなぜこの絵に注目するかというと、まさに UFO の形なんですね、袖がついてますから、それから窓もあるでしょう。で、これを見たときに私はあ、先週あたり、先週にですね、あのー、デンマあスウェーデンの,、ね、あのドットアーランドで見つかった、あのー、ごめんなさいこ、これはノルウェーですね、ノルウェーで見つかったこの UFO 型のブローチを思い出したわけであります。ノルウェーのあの ブローチになってますけどね。ですから、ブローチという以上はそれ同ど大きいものじゃないと思うんですけども、いろいろ形を比べてみますと似てるんですけども、やっぱりこの次にこれがですね、一番よく似てるんです。まあ、どこに類似点があるかというと、言うまでもなくあの窓があるでしょ。 側面に窓がありますねで窓がこういう形で四角く窓が開いてるっていう点で大変よく似てるってことです。まあ、これだけの偶然の位置ってことは滅多にありえないことですからね。あの窓がある。それからあの、袖のところがね、いわゆるエッジのところに、この、なんて言いますか。 な,な,なんて表現したんですかねあのつばですね防止テープつばがついてるとでしかもですねその上のあの丸い部分を見てほしいんですけども格子状のものがあの上一見上はですねあのバラバラになっているように感じしますけどちゃんとあのあの針がちゃんと通ってるんですよこれでその間にこのちょっとこうあの 不規則な窓がついているという感じ。これはよく似ているんですね。ということで、まあ、これを偶然の位置というふうに片付けていいのか、あるいはあのう,つろうつろ船の、ね、謎を解く一つの鍵がですね、えー、ノルウェーで見つかったというふうに考えていいのか、それは皆さんのご判断にお任せしますけども、うつろ船の謎に一歩近づいたような気がします、えー。続くビデオはですね、はい、そういうことです。 Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. About 200 years ago, there came a very strange uh, UFO came to Japan. This is a story about it. And UFO came to Japan in Edo period in Japan. This is it. So. Uh, some people drew these uh, pictures for uh, their memories i am sure to keep it in their mind sharply uh, or is this is a is this a kind of hoax or just a real story uh, and this uh, UFO came with a lady whom i probably think to be an alien with uh, colored hair and uh, with a box in her arms, under her arms. And uh, it is believed that among uh, sort of uh, are among people that this uh, might have been an euphor, which came from somewhere, and it it came from the, the seashore of uh, Ibaraki Prefecture, I'm sure. And this, uh, I, I'm, I'm, I'm more interested in these uh, letters written on the euphory on that ufo. Maybe you may call it an euphor, right? And this is, these are letters written on the surface of the euphory. This is it. And I try to find the similar letters in uh, very old uh, documents, and that I can I can I uh, have in my hands and compare with them to each other. But I could not find similar ones. Uh, s only one, yeah, one or two are, one of them are very similar to each other, but it has got no meaning. And uh, this uh, letter is used in Shamel. And also, this is, uh, they, they say this is a uh, letters left by aliens. And this is a uh, Oshite uh, letters, sort of a uh, uh, Japanese letter, they say. Uh, they say they were used before before the history of Japan. Who is this lady, and what is this? This is very strange. Uh, but uh, today, just I introduced to you for which came to Japan, but I I couldn't solve the uh, mystery because I got a little information about it. Thank you very much for watching, and see you next time. Bye. Hello. This is Hiroshihaya Shihama m a s e Japan. This is a story about alien spacecraft s、uh, found in Norway.、Uh, in Japanese, ノルウェーで発見された UFO の模型について話します。これはブローチということになっています。まあ、ブローチサイズの大きさなんですね。でただ、あの、 資料を見ましても、大きさがあの書いてありませんので、まあ、ブローチの大きさということでご理解ください。で、これが元のあの画像なんですね。で、それ詳しくはこの続くビデオの中であのもう一度あの資料を添えて説明いたしますが。がで、これはあのデンマークで見つかって最近見つかった。あのブローチなんです。で、この2つがですね。あの比べてみますと。と穴の位置。 それから周りのその線ですね。あの位置はこの後精査いたしますので、そのビデオを見てください。で、この位置、まあこれ例えばこの一部分だけを見てもですね、こうした穴を見ても同じところに同じ位置あの穴があるわけです。ただし大きさなんかバリエーションが書いてありますから、ちょっと違いますね。で、この中の線にね、注目してください。後ではね、もう一度あの詳しく説明いたしますので、その時にあの、線も合わせて見てください。で、線も同じなんですね。で、 まあこういうふうにまあ形あのそのものはですねあのバリエーション加えてありますから違いますが、まあ、あの基本的なあのパターンは同じということなんですね。で、これは何かということなんです。あなたは皆さん、皆さんはこれ何だと思いますかで、私ですね、あのこ,のこれが何であるかということをですねこの写真一枚だけパッと中学生に見せましてね、あのこ,この絵の方ではなくて これみんな何見えるって聞きましたら、まあ、約20人ほどの子供たちがいたんですけども、もう一斉にみんな何にも迷わないで、UFO! って答えましたですね。で、あとでちょっと時間を置いてからしばらくしてから、帽子にも見えるなと言った子供も見ましたけども、まあ、全員がもう即,即座に UFO って答えましたですね。これ誰,誰が見ても UFO なんです。 まさにオーパーズなんですね。で私、ちょっとこの線をもう少しこう強調して書いていまして、まあ、自分で楽しんでみましたが、やっぱり UFO なんですね。えー、でこの右下のはこれはブローチであの模様だけなんですけども、まあここに5つの突起物があることに注意してください。でこの5つの突起物を見てですね、同じ位置に同じようにあるんですよ。でこ 左側の,あのノルウェー、右側のデンマークで7 0 0キロの距離が離れているんですけどもね。ですから、いろいろなふうに考えられるわけですけども、この突起物、あのこれがボロブドールにありますね。スチューパー,スに,スチュー,パーによく似ているんです。まあ、見てください。私、この、えー、突起物の形を見たときに、どっかで見たことがあるななんて、ね、思ってまして、であ,あ、そうだってことで気がついたんですけど、スチューパーは明らかに UFO ですね。 っていうのは、このスチューパーは後で作られたんですよね。あのピラミッドの上に。ですから、石の材質が違いまして下、下とはつながっていません。あのまあ要はスチューパース、スチューパーです。スチューパーと呼ばれておりますけれども、この形見てください。これはあのオリジナルの画像です。で、ダイエテック、ダイエ、イングリッシュプレイミュージアムにあるんですね。で、これは私ス、スチューパーのに、ね、アンテナを立ててみました。そうしましたらですね、そっくりになってきちゃったんですね。 まあ皆さんご覧になってください。で、このスチューパーと、まあ、これあの時代も合ってるんですよね。スチューパーがこう作られたのが大体890年から900年頃それから下の,あの先ほどのブロ,ブローチですね。あれは作られたのは10世紀、900年から1000年までと、まあ、いうことになってますから、時代的にもほぼ同じ頃にできてるということなんです。で、さらにもう一つ今日はあの後のビデオの中で注目してほしいのはですね、この,の UFO の内部と思われる模型なんですね。 実に奇妙な、あの、精緻な、奇妙であると同時に精緻な模型なんですね。Very and delicate に作られているわけです。っていうか、あの左の方が上から見た図、あの右の方は斜め情報から見た図なんですね。で これがでどうして私問題にするかというと、これ左側の道橋に掘られた北極の地図なんです。右が Google Earth 上での北極の地図,な地図というか写真なんですね。でこれはの比べて今あの精査しているところですけども、まあ、あの詳しくは515の方であの説明していますので、ここでは簡単にあの皆さんにお見せしますけども、これ左右比べてみてください。 一部の狂いもなく同じなんですね、さらに驚くべきことに、左の道橋の方にはですね、川の位置、それから湿地帯、それから北極海の海の中の、ね、線、ちょっと見えますかね、のまであの掘り込んであるんです。あのいわゆる、まあ、これは 3D 写真なんですよね。 いわゆる、まあ,あの、彫り込んだというよりも 3D 写真なんです。ただ、あの、注意してほしいのは、あの、左の道橋の中で、まあ、特に黒い部分がありますね。これは氷というふうに理解してください。それ,そそそれを氷と理解して、あとはもう全くもう、すんぶし、もう、たがわず同じ、島の位置まで同じ、形まで同じということなんです。誰がこの道橋を作ったかということなんです。あのどのようにして作ったかということなんです。 これはあの長持山古墳というところにありまして、それを明治時代にアメリカの方へ流出しまして、現在はアメリカのマサチューセッツ州のボストンミュージアム、あボストン美術館にあります。で何度も手紙書いてね、あのもう 3, 3, あの3方向からいろいろと手紙書いてるんですけども、いまだにこの返事がありません。この現物の写真が見たいんですけどもね、まあ,あの言っても私のような人間っても見せてはくれないだろうと思いますので諦めてますけども、このようにすんぶたがわず同じなんですね。ととというのこともちょっと頭 に入れておいていただきますと、あのなんて言いますか、あの先ほどお見せしましたね、あの極めて精緻に、あれブローチサイズですから、ああそうそう、このあの左の方の銅鏡の中心部は直径が38ミリですよ、皆さん、38ミリ、まあ、ゴルフボールぐらいですかね、もっと小さいかもしれませんね、38ミリと言いますと、そんなもんなんですね。 でこう地図を見ていくただグリーンランドだけはです、ね、あの奇妙なことに形が違うんです。というのはグリーンランドというのは、ね、氷の重さによって 200300m 水面下にというかあの沈んでいるんだそうですね。 メータあのまあ、今、ここで何を示したかというと、ここにあのこ黒い部分は氷だと,ということであの、その先は島であるということで、あのまあ、皆さんにお見せしているんですけども、あのあまりにもこの大パツすぎるということで、ですね信じない方も多いと思いますけども、まあ ビデオを止めてご覧になってください。さらに詳しくあの見てくださることは、型をですね、515、以前にもう5、6本この,あのビデオを作っていますので、どうかそちらで見てください。で、話を戻しますが、さて皆さん、あのもう一度この,あの形、のブローチを見てください。ブローチっていう発想が、ね、貧弱なんですよ。というのはもうあの、そんなブローチなんて、はい、それは現在時の発想じゃないでしょうか。ということで、次のビデオをご覧ください。Thank you! Hello, this is Hiroshihaya Shihama Maseri Japan. Today I would like to talk about a space class for aliens.No.2 In Japanese, これがあのスウェーデンで見つかった、まあ、不思議な物体であります。Uh, 森本悟志さんが見つけてくださいました。皆さんはこれが何だと思いますかこれは 考古学者の説明によればあーブローチということになっています。でブローチですからかなり小さいものですよねあの。ですからそれなりの中にこれだけのものが彫、まあ、り込んであるわけです。まずそのことに注意してくださいね。でもう一つというか二つね、あのこれにというか崩して二つのブローチを今日は紹介したいと思います。これはノルウェーで見つかったあのブローチなんですね。 でこれはあのニュースに、えー、出ていましたので、ごめんなさいこっちこちら、ね、こちらですね、こちらはあのデンマークで見つかったのですけどもあニューあの、考古学ニュースに出ていたものですから、最近見つかったものだと思いますで。この2つのブローチ、A と B というふうにしておきます。これはデンマークで見つかったんですね。先ほどのはノルウェーですで。この2つのブローチを比べてみますとです、ね、不思議な不合点というか、1点を見出すことができます。 で、とてもこの2つはよく似てるんですよね。しかし同じではありませんよ。まあこれはあのー、エイリアン独特の思考回路なんですね。例えばこの丸のところを基準にしてみてみますと、あのー、数、位置が同じなんですね。ただ大きさは多少バリエーションが欠けてあります。こうしてあの順に見てみてください。で、ばあのー、位置、場所は同じなんですね。で、ここも同じ。ということにこう。 順にこうつないでいきますた。これ一つ右にずれてますね。ごめんなさい。で、この二つと。あの、今の位置はちょっとずれてます。この真ん中の線のね、あの、リムのところには、あの、あのあの左上の穴が開いてません。で、ここの丸を基準にして、もう一個今左の方へ寄っていきます。踏んで、見ます。見ます。で、同じ大といことを皆さんお気づきになると思いますね。多少バリエーションはかけてありますけども。そして、ここにこの穴があって、 その上に来るわけです、ね、そして上に丸のこうなってますか。コクピットのようなものですけどもトであの突ツブですねコクピットではありませんな,ないとツラ、まあ、も断言できませんがでここを基準にしてもう一回もう一個左へあここの丸ですねこれ上へこう出っ張りが出てるわけですでここの穴も同じように開いているとでここからもう一度今度左の方へ寄っていますこれ一番左に向かって左側ですね先の丸丸です でこ,うこのリムのところには穴が開いてるんですね。ここを先ほどの同じ点を取りまして、自由に見ていきます。このリムのところは無視してくださいね。と同じように開いてるわけです。ということは、リムの部分だけはあの下あ、デンマークの方は開いてるわけですね。そして穴があると。こういうふうにこうなってますかパターンは同じなんですね。 でこの2つを比べて、下は大円形で、上はほぼ円形だ前大円形、やや楕円形になっているのかな,な、というような説明がありましたですね。しかし、これらは同じ場所で、同じ、えー、人によって作られたというふうに考えたんですけども、距離は700キロも離れているんですよね。下があのデンマークで発見された。 場所です上がノルウェーの場所ですけども直線距離にして7キロいという、まあバイキングのことですからノルウはデンマークで買って、えー、故郷のノルウェーをお土産に持って買ったということも考えられなくはないですよね、まあ、ともかくこれが10世紀頃にできているということなんですねで今から、ままあ、1000円ちょうど1000年 1200年ぐらい前にできたんで, 1200, 年前にで,きたんでしょうかで、ブローチ AB の説明もこういうこをこ説明してありますけども、えー、デンマークの、えー、サウスーイースト南南東、南東部のね、10キロぐらいのところで見つかってると。そういうようなことが書いてあるわけです。で、まあ、あのー、まあ、 ということなんですけども、このね、わずかなあの、同じなんだけど、わずかな違いをかけて作るっていうのは、このエイリアンの独特の,あの思考回路なんですね。これは例えば、あのガンララとあ中国寺の弥勒菩薩とですけども、花の,の長さのどいて全く同じなんですね。で、ガンララの仏像も、わずかなバリエーションを、まああの、ほとんど同じなんだけども、わずかなバリエーションを加えて、同じものを作る。これも、あのやっぱりこの同じ方式なんですね。 ということで、この、なて言いますか、あの、ギリシャ彫刻もそうなんです。同じモデルを使って同じように作るんですけども、わずかなバリエーションを加えている。まあ、いわゆるその 3D のデータベースを作るときにわずかなバリエーションを加えるのか、ランダムを加えるのか、それはわかりませんけども、データ等的にわずかな時間差を置いた、タイムラグを置いたわけですね。いわゆるプログラム彫刻というのです。で、これら2つはどうかというとです、まあ、これもう1回ここのところをよく見ててくださいとわかりますように、同じなんですよね。 えー、パターンがあるということはね、こ,れもここにもエイリアンが関与してた可能性が非常に高いわけですよね。じゃあもう一度これを考えてみてほしいわけです。まあ、以上、ちょっと長い間置きになりましたけども、じゃあこれも同じような場所で同じようにできたということを考えますと、これはただのブローチと考えるのはちょっと無理があるんですよね。で、これはあのー、 だからってこれがあの宇宙船の内部の様子であるというふうにはまだ断言できませんけどもまだ証拠を集,集めていかなくてはなりませんけども1つの手がかりはですね一番左側にあるあの左にこう空を向いているこのエイリアンらしき人間なんですよね人間、人間、この人なんですねでこれは図解してますとこうなるわけです何かしら口からこう、何か。あ、 出してますねそれを握ってるんで、あのー、シートベルトの付け方が人間とは違いますね腕を止めてますねそしてこれは何かしらこうまさに人間離れしてるわけです説明書はあの怪物怪物と書いてありますけどもそう怪物なんてねモンスターなんて作るわけないしこれは怪物のあ首の長い怪物だというふうに説明してありますねまあロボットかもしれないしというところですねこの真ん中の部分がこのどうもエンジンのコントロール部のような私は気がしますねあの黄色いのをこう上下させたりして あの操縦してるこれと同じものが、あの、八戸塀、日本の八戸で八戸でも見つかってるんですね。で、これ、あの、コロンビアでも見つかってるんですよ。えっと、ごめんなさい。前あ アステカの地下,地下のでも見つかってます。同じものが。あの前紹介しました。これ,でこれもやっぱり座ってるんですよね。だからエイリアンは地球上では立てなかったんじゃないかと思うんですね。この足、あの重力に逆らえず。ですからいつもこのポーズであの、アステカで見つかったのもそうなんです。同じポーズで座っておりますね。いわゆる三角座りというか座っております。でこれにこ、ね、先ほどのクラフトの,あのシエットを重ねてみますとこうなるんですね。 そうなると、これは私はあのまあ誰が見てもですね、これはまあ今、フライング操作ですよね、窓があるの分かりますかあの下に3つ、窓が、目のところ3つずっとぐるっと円を描いて、窓が。 ついてますねですから、こ明らかにクラフトであるというふうに考えるのはまあ普通ですわね。まあ、大パーツ以上の大パーツということになるわけです。まあ、それだイコール宇宙船、エイリアン、あるいはあのというふうには言い切れませんけども、非常に怪しいものであることは確かですし、ますます黒に近づいてきたということであります。 というこことととでで、まあ、皆さんん UFO UFO ののの中中をを見見たいななな思われれる方はは今日のビデオを見てですねあこれは U の中なんだないうふうに思ってください。t Hello a n k you v r for y you Bye! much time. watching h next and see e、t Hiroshi s is i h Hayashi, Hamamatsuri, Japan。This is a story about a very mysterious brooch、uh, found in g o t s l a n d Sweden. Now in a British Museum in London、uh, in Japanese. 森本聡さんからですね、奇妙なものがあるとい,うこと,言う、まあ、ということですね、写真を送っていただきました。でそれはあのバイキングの謎をし調べてる過程で出てきたものなんですけど、このブローチなんですね。 で、これ、まあ、何のブローチかということですけども、実に奇妙なブローチなんです。ゴットランドで10世紀頃見つかったんだそうです。あー、ごめんなさい、10世紀頃作られたんだそ,うだそうですね。で、ごめんなさい。で、これがまあ、何であるかですけども、一見すると、これなんかね、こう、エイリアンらしき人間が2人、えー、2時と7時の方向に座ってますね。この人なんですね。で、まあ、順に見ていきますと、実に聖地というか、人間離れしているというか、まあ、 奇妙な奇妙実に奇妙なあのブローチなんですねで。大きさは書いてありませんでしたけれども、ブローチという以上はそれほど大きくないと思います。で見てますとここに金、これが気になったんですね。指が3本なんです。で、これでギュゾッとして、まあ、これはと思ったんですね。で、まあ、こういう時は指を数えてみる。 で,すよね、で、いくらあの彫刻してもですね、指3本が5本かなんてことでですね、これほどステージなものを作るんだったら間違,間違えるはずがないんですよね。あれ間違えたとしたらその途中で気がつくんです。そしてこの2人とも指があの3本なんですよね。で、これ横から見たあのサイドビューのブローチなんですけども、あのなんて言いますか、手に何か紐というかベルトのようなものを巻いています。で、こう比べてみます。 で、比べてみるんですけども、一体これは何かということになるんですよね。で、私、この指が3本、それからこの乗っている、まあ、人間、それからまあ実にこう人間離れしたと言いますか、人間がまあ何かの部屋を掘り込んだか住んでするにしても、こんなものは掘らないだろうという、まあ、一般的なまのなんですけどね、人間の常識から考えて、これは私は UFO の内部だというふうに解釈いたしました。 まあ私たち UFO の内部なんていうのは、ね、見たことありませんしどの,ふうどのようになってるか知らないわけですよねでも中心部にああいう何て言いますかあのエンジン部のようなものがありますそして周りはその機械メカニックなその構造物がいっぱいあるんですね床も平らじゃないそれからまあ比べてみますとですね この今言ったエイリアンらしき人なんですけども、ともにヘルメットをかぶっているのか、平べたいイ顔しているのか分かりませんけれども、ヘルメットから二本の棒が伸びてて、それをこう両手でこうグッと持っているんですね。指が3本だということに注意してください。で、これは銀星だそうです。銀で出て、ゴトランド、まあ、野蛮な国という意味だ、土地という意味だそうですね。スウェーデン語で調べていました。で、まあ、それを調べてみたんですけど、これはみんな動物だというんです。そしてロングネクト、long-necked animal h e a d s 長い首を持った動物の頭 もあるとかっていうふうに、まあ、それは一般的な考古学者の解釈ですよね。解釈というか、あの作文ですよね。で、私、これを、ねまあ、読んでて、こう思ったんですね。このデザインが意味は本当のところは分かっていないと、この下線文はそう書いたんですね。The significance of this design is uncertain とね。で、これと3本指で思い出したのは、最近先月行ってきました、甲府の,あの高校、 あの博物館ですけど、ここのエイリアンも3本なんですね。これはあの爬虫類の皮膚をして、この工科博物館の,あのこ,ことにつきましては、詳しくはあの、まあ、報告いたしましたがで、指が3本であると。ということは、これはグレーじゃないかということになるわけですね。グレータイプのエイリアンということになるわけですね。でまあ、これもう一度精査していますが、これがブローチだというのと、 これが UFO の内部だというのとでは、どちらがこじつけに近いかということなんですね。いわゆるどちらがこじつけかということなんです。もう皆さん、私はこれが、ね、UFO の内部だだと言いますと、こじつけだというふうに言われますね。でも私はこれがブローチだというのがもっとこじつけのような気がするんですね。どうしてこのブローチなんか作ったんでしょうか まあ、胸につけるかどこにつけるか知りませんけども、で、ゴットランドはどこにあるかということをちょっと調べてみたんですけども、このゴットランドは不思議な位置にあるんですね。まあ、黄色い線重なりましたね、あその、この黄色い線はどこから来てるかというと、いやウェストポールとエイブベリーをつないだ線上、ままあ、直線上にあるんです。そして右の方行きますと、イーストポール行くんですよね。で、まあ、ついでに最後に、えー、付け加えればですね、 同じ場所で同じようにこんなブローチも見つかっているんですよ。見つか,見つかっています。まあブローチといえばブローチです。そうでないといえばそうでないし。一体これは何なんでしょうね。ということで今日のビデオ終わりますが、まあ本当に想像力,想像力をかき立てられますね。えー、ということで謎のブローチ、UFO ナのか、それともブローチなのか、皆さんのご判断にお任せします。 Uh, thank you very much for watching and see you next time. Bye. Plus, plus, 森本さんどうもありがとうございました。